日本神奈川県川崎市、中原区上小田中上小田中は、神奈川県川崎市中原区の町名。現行行政町名は上、小田中1丁目から上小田中7丁目で、1996年2月13日に、住居表示が実施されている。郵便番号は211-0053。 中原区の北西部に位置し、南部線とに毛量用水に挟まれる形で平地が広がっている。中央部にある富士通の工場裏門あたりを境界として北側に大河屋と南側に新地という呼び名があり、今も通称や施設名として残っている。中央部には富士通の工場や中原区という名前の由来となった中原街道、そして南部線と 中原街道の交点には、武蔵中原駅があり、周辺には、住宅地が広がるほか、野菜畑なども残っている。上小田中は、北端で、高津区の北三方や坂戸と、北東端では日家両用水を挟んで、区内や小杉御殿町と、南端で今井上町や、今井西町と、南西端で、下、小田中や新城中町、新城,城、上新城と接している。 住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、上小田中6の36の13の地点で32万3000円、平方メートルとなっている。小田中の名が、資料に登場するのは1164年の大江某中心城であり、当地が藤原市の荘園であったこと、また年貢として八丈絹を収めていたことが読み取れる。小田中が上下に分かれたのは、 戦国時代頃と見られ、1549年に、キラ・ヨリスが、泉沢寺を、上小田中田から地へ移した記録が残るが、小田原州所領役長では、小田中となっている。江戸時代の当地は、大賀野戸と新地の二つに分かれていて、新地は1636年以降、枝村として、市村のような扱いを受けていた。大賀野戸はもともと、 大千野と呼ばれていたが、キラ氏の家臣である原氏が、小地の関セミマ丸神社を統治に誕生し、同社の鎮座する大谷から名付けられたという伝承がある。統治は、官営10年時点では天領であったが、幕末には一部が、旗本領や寺領となっていた。また、村高は、昇法期の、武蔵伝園簿で823国、幕末の、 休行給料取調部では、合計844国余りと、ほぼ一定で推移していた。明治時代となり、町村制の施行とともに中原村が成立すると、当地はその中心地として、村役場や銀行ができるなど栄え、また桃の生産も盛んとなった。昭和に入ると、南部鉄道が開通し、武蔵中原駅が設置されたこと、さらには、 富士通信機や中島飛行機の工場が設置されたことで当地は大きく姿を変えていきまた軍需産業として空襲を受けることとなった戦後には中島航空機の跡地に日本交換の社宅が建設されるなどの動きもあったが2家療用水の回収に合わせて中小の工場が立地するなど工業地としての性格も持ち続けている 由来は不明であるが、水田地帯であることから、田中の名が付き、それに、説当時の、省が加わったとも考えられている。その後、上尾田中、下小田中に分かれている。上尾田中が、住居表示を施行する前の字は、以下のようになっていた。なお、突起のない字は、その一部が、現町長,長に含まれている。また、上尾田中あざ道下高知の一部が、 今井上町に編入されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 南部線が上、小田中の南西端を通り、武蔵中原駅や鎌倉車両センター、中原支所が所在する。なお、北方では、同線の武蔵新城駅も、 利用可能である。鷺沼駅と小杉駅を結ぶバスや、南部沿線道路経由で、小杉駅と溝口駅を結ぶバス、中原駅と小杉駅を、轟どき緑地経由で結ぶバスが当地を経由している。富士通川崎工場。ありがとうございます。